フォートナイトのお時間だ。いえいえ、おい霊夢、この行き先はもしかして。そう、今日はタワーに降りてみようと思います。猛者がひしめくタワーに、あの霊夢が少し前まで鼻垂れ坊主だと思ってたのに成長したんだな。鼻を垂らした覚えも坊主になった覚えもないんだよ。動画でタワーに降りるのが初だからついな。上手くなるためにもタワーでしのぎを削りたい所存。精一杯頑張れ。それではガバガバフォートナイトスタート。開幕物資を集めてたら、ダイナマイトを投げてくる殺意マックスの敵に目をつけられる霊夢。血気盛んにも程があるんだよ。風通しのいい家にリフォームされたな。悪徳リフォーム業者にはお帰りいただく。落っこちたな。リフォームの付けを払ってもらおう。代償は命一つで勘弁してやろう。勘弁の意味を問いたい。まずは1キル。油断するなよ、敵はそこら中にいるはずだ。ガンガン行こうぜ。高いところで様子を見ていたらグライダーで奇襲を受けました。さすがタワーみんな積極的だな。その勝負受けて立つ。上ゲッチュからの流れるようなポンチョ。上から撃った方が良かった説。勝てば正解になります。敵は下に逃げたぞ。忍法先回りの術。いらっしゃいませー。立ち回りに繊細さがありませんね。もう少し頑張りましょう。小学校のテストのスタンプみたいな感想をありがとう。そして高いところから狙撃もバッチリと決めていく。ヘッドショットだったな。鷹の目と呼んでください。メガネないとゲームできないやつは無理ですね。鷹のメガネと呼んでください。メガネの称号になってる。あ、見てマリサ敵いた。恐る恐るフェードアウトしていったな。かわいい、見つけてキルしちゃお。急にサイコパス。かくれんぼってわけだね。もういいかい。ちなみに探すのに恐ろしく手間取ったので見つけるまでカット。こんなところにいたのか。君にはかくれんぼ検定1級の称号を贈ろう。多分いらないと思います。そしてタワーにいた人は今のが最後だった模様。意外と盛り上がりもなく終わっちゃった。こういう時もあるんだろうな。何はともあれ気を引き締めていくのぜ。合点。敵を発見したので不意打ち上等の霊夢さん誕生。奇跡的に当たったな。奇跡ではなく実力ですね。そういうの分かってから言ってね。勝って証明しようじゃありませんか。それはさておき気が壊れない。アサルトを使わないなぞ。すべて計算されています。私のブレインが弾き出した答えは、下に1回降りてから登るプラン。ここから階段で階段で階段で登れないし敵くんな。こうなったら霊夢勝負だ。ちょ、めっちゃ食らう。お返しだ。ギリギリ勝てた。霊夢さん、今の勝利は実力ですか。魔法ことなき奇跡ですね。我々は奇跡の連続の上に生きている。それを再認識できた素晴らしい戦いでしたね。それが最後の言葉でいいんですね。猛省しております。許してください。気を引き締めてな。はい。久しぶりに風船マンを見つけたので、弱体化したハンドキャノンに日の目を見せてやりたい所存。狙撃されても何のその、しっかり狙えば大ダメージ。ただし建築を命はダメだ。一発で壊せなくなったからな。このように建築しない人には強いです。霊夢みたいな人には強いです。え、おまけで数毛さっくりと切る。残り5人、山の頂上を確保したい所存。もう誰かいるんじゃないか。いたら奪うまでよ。珍しく頼もしい。やっぱり先住人がいるみたいだね。よろしい、建築バトルだ。言ったれ霊夢、シーズン8は気合が違うところを見せてやれ。任せてちょうだい。よし、上取れた。なんか感慨深いものがあるな。登らせんぞ。起きていただこう。倒せるほどの高さじゃなかったか。だがこれでとどめだ。あ、ちょっと待って、ミニフォになってる。おい、待て、逃げるとは卑怯だぞ。こういうところなんだよな。まだチャンスはあるからだといいんだけどな。残念ながらさっきの戦いがピークだった模様。せめてこの悲しげな BGM やめて。そうだな。そうそう、これこれ。足元の敵を手堅くキルする霊夢。これでワンオンワン。ストームの収縮は霊夢に有利に見えるがどうなるか。急にめっちゃ実況しだした。ネタがもうありません。あ、はい。真面目な話、ここまで来たら勝ってほしいのぜ。とりあえず建築して居場所を把握したい。不意打ちされるのはまずいしな。見つけた。先手はもらった。痛恨のアサルト前段外し。まだだ、まだ終わらんよ。ショットガンでゴリ押す。最後はまさかの脳筋。成し遂げたぜ。なんとかって感じだな。相変わらず辛口ですね。上手くなりたいんだろ。なりたい。もっとタワーに降りて腕を磨くのぜ。私も付き合ってやる。マリサ、うおう、やってやるぜ。霊夢もまんまとその気になったところで、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。